はい、どうぞ。はい、ドブロフラーの子、今回はあのウクライナの店をやっております。ご覧の通りにウクライナの景色、味とアートというお店です。ここにウクライナの、料理というか、まあ、漬物とかジャムとか、お粥、あとパンを売ったりします。なんか帽子をなんか作られるためあの材料も売っております。あとハンドメイド の、 その、ブレスレット、ビーズから、手作りでお友達がやっておりました。と、ウクライナでいらっしゃってるあのアーティストの作品も売ってます。はい、どうもありがとうございます、はい、ありがとうございます。じゃあ声もはい、どうぞ。はい、こんにちは。株式会社ビスバスは尼崎市のこの地にある会社ありますので、なんかいろいろインドからインドといろいろ国から輸入して販売してるので、日本でね、インドの輸入卸会社です。はい、スパイスとかスナックとかいろいろね、はいはい、一般には販売してます。あ、知ってますよ。一般のお客様でもあの販売してます。小売もしてます。ここにあるんですか。尼崎の戸内町っていうところですね。そうなんですか。そうなんです。インドの食品。そうですね。そうです。はい、豊中の服部にも、はい、服部天神の、駅のすぐ近くにも小売店があります。はい、販売店がありますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、お願いします。こんにちは。大阪中津で活動してます、中津ごま人と言います。実はですね、今日はキネとウスでついたこれね、はい、金つきたてごま、もうこれはとっても美味しい。香りが高くて美味しいんですけど、 あの粒が大きくて半年常温で持ちますので、はい、酸化もしにくいんでめちゃくちゃ美味しいんです。ぜひお越しください。あ、それともう一ついいですか。これね、泉大津にある和菓子市、90年歴史あるポンポン屋さんのくるみ餅に、深掘りのごまをかけたごま福餅というのも販売してます。お餅が3つ入っていて、鶴の子大豆のあんが入って、それにごまがかかってます。めちゃくちゃ美味しくてすぐ完売しますので、早めにお越しください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。お願いします。はい、どうぞ。あ、こんにちは。山科で、スイーツカフェをやってます花の根です。はい、特徴としましては、季節のチーズケーキで、今は無農薬のブルーベリーと無農薬のイチジクを使ったチーズケーキで、コーヒー香るチーズケーキは苦味もあって、とってもあのクリーミーな感じで美味しいです。あと大人気なのが人参のケーキも、はい、とっても人気です。遠方からも買いに来てくださいます。でガトーショコラも美味しいです。はい、はい、ぜひぜひカフェにもココカにも来てください。はい、はい、ありがとうございます。こちらの方は、はい、あ、いいですか。同じ山科でお店をしてますアトリウタと申します。と一押しはこのザクザクサブレがおすすめです。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、どうぞ。はい、燻製マーケットと言います。燻製専門店で、山科の方でこんな感じで、燻製のいっぱい自家製の燻製をふんだんに使ったランチプレートが人気のお店です。はい、こうやって商品、自家製の燻製たくさん売ってます。燻製はどういう木か何か。あ、桜のチップが多いんですけど、はい、物によってヒコリ使ったりとか、はい、リンゴ使ったりとかっていう感じで、はい、物によって変わります。この中で一番おすすめは、おすすめ晩酌セットで、もういろいろな種類が、はい、あ、そうですね、入ってます。お酒が進みそうな、はい、はい、どうもありがとうございます。はい、行きます。はい、どうぞ。こんにちは、ひなみというパン屋です。お店は河原町丸田町の交差点と近隣車庫のバス停の前と2店舗ございます。
淡路島の自家農園で作っている小麦やイチジク、玉ねぎなどを使った旬の、パンですとか、あとは三重県志摩の、魚を直送で送ってもらってそれを使ったバーガーやサンドイッチなどもご用意しております。お店は毎週水曜日定休日いただいております。ぜひお待ちしております。どうもありがとうございました。1分か2分ぐらいで1分まだ、こちらはね、はい、スリランカの親を亡くしているけれども優秀な子どもたちに教育支援をしている団体なんです、ね、名前は CPI 関西里親会とかいうけど、まあ、本部は東京にあるんですけども、うん、関西地区の支局でやっています。で今ここに並べてあるのはスリランカの民芸品とかもちろん紅茶は有名ですのでそういうものを買っていただいてご協力いただいて子どもたちに、その少しでも、教育支援的な、まあ、文具とか学用品の足しにしていただこうというような協力をしております。以上になります、ね、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。